皆さんこんにちは。ゴルフトークバラエティー見たならば幸太郎です、今日はたっぷり、モデルごとの発表いくよいくぞみんな。まあ、マックスっていうのは、まあね、幅広い、一番幅広いコアなモデルっていうところで、もう位置づけされてるので、まあ、大方、ほとんどのゴルファーを網羅できると言われるモデルにしています。なので、まあ、それ相応に、先ほど、というか、こう、スイングの、リアルゴルファーのスイングをインプットしてますよという話をしてますけども、スタンダードとして、まあ、大方、いするようなスイング傾向のものを入れてます。比較的、まあ、スイングターゲットも、まあ、大体40から50の間っていうところの、まあ、結構ざっくりしてはいますけども、ヘッドスピードが、まあ、入射角がどちらかというとややアッパーに入る方、うん、で気持ちまだ外から入ってくる人、アウトサイドから、うん、っていうところで、でインパクトポジションは、まあ、比較的スクエアに近い、いうような傾向のあるゴルファーを、はい、のインプットをしているというところで、それに相応でこう作られた専用のフェイスになります。ああ、ちょっと待って、もう兄貴、今の話からちょっとワクワク止まらないんだけど、これもしかしてだけど、モデルごとにインプットしてるゴルファー変えてきてるんじゃないかな。はい。うわー、すごいっすね。すごいです。そんなんできるんですか。できます。いやー、すごいな、それ。で、前作のパラダイムもそういうコアで、パラダイムスタンダードドライバーはそういったところにコアで一応目的と設計されてはいたんですけども、はい、前作のパラダイムは若干ちょっとつかまりが良くなかったとかいうあのご意見をいただいてます。なので今後のマックスに関してはしっかりそこの、マイナスポイントを克服しています。前作よりもつかまりは良くなっている。良くなっています。まあ、あとはその、ね、こうスライダーあのペリメーターウェイティングスライダー的なウェイトガンのところで自分で調整はできると。ちょっと煙出してるいやこれちょっと僕はあのやっぱり三田兄貴からいろいろ教わってる方なんで、この可変ウェイトはあのやっぱ良くないんじゃないかな。これ なんでつけるんですか。僕あのすいません、あの科学者でも何でもないんですけど、単純に空気抵抗すごい受けちゃうんじゃないかなとか、うん、ある程度この個体このパーツだけで結構重心とかもぶれちゃったりするんじゃないのかなっていう懸念があるんですけど、その辺どうですか。どっち空力っていうところいくと、まあ、まあ当然こっち側この部分ってあの多少は影響はあるんですけども、どっちかメインって言ったらこっちなんですよね。あ、こっちの方が空力、はい、だから我々ずっとこの、空力っていうところでいくとこのシャローバック傾向にはなりますけども、ここの部分のこの緩やかな、はい、傾斜っていうのは非常にこう考慮している。フェースがここにある部分以上、もう風の当たりが来たらブワーってこう一瞬こう、なっちゃう、こうなりますよね、はい、それをうまくこうこのクラウンのところについて、はい、乱球を起こさないようにするっていうのがこのエアロダイナミックデザインとかって言ったりするんですけども、うん、そこを一応考慮しているというところで、正直この下の部分って確かにあるといえばあるんですけども、こっちほどは大きく影響はしないというところにありますし、ウェイトが後ろにあるって言いましたけども、まあ、我々もう一度その空気であってほしい、感染モーメントをある程度適正にしていきたいというところの中で、前と後ろにあって真ん中を空気にしたいというところで、やっぱり後ろには重量はあった方がいいというところと、やっぱりこのスタンダードタイプで幅広いゴルファーを拾いたいというところで、このスライダーウェイトっていうの可変があることによって、その人のもっと細かく広く行きたいっていうちょっと欲張りな、セッティングにはなってしまいますけども、だからこそそのアジャスタブルペリメーターウェイトっていうのは我々はやめないですね。わかりましたまあ、マックスから派生したってわけじゃないですけど、よりマックスよりも、まあ、ちょっとゴルファーとしては、まあ、例えばすごいスライサーとか、うん、ちょっと打点も暴れてしまうっていうターゲットゴルファーを、まあ、ベースにはしているというところで言うと、まあ、モデルとしてはどちらかといったらちょっとこう
優しいモデルにはなってます、うん、まあサイズ感も投影面積としてはマックスよりか広くなってるんで、はい、まあ、見た目の優しさもあると。で前回あのパラダイムの X の時に、うん、まあ、X が一応パラダイムの中では、まあ、捕まるモデルであったんですけど、まあ、それでもやっぱりちょっと捕まりが弱いっていうのに対してはかなりドローンバイアスになってるので、まあ、今回名前 MAX-D と、はい、ロゴの時に戻ってはいるんですけど、 D ってやっぱりドローンの略にはなるの D で、まあ、思いっきり本当に捕まるよっていうのを意味はしているんですけど、はい、まあ、打ってもらうともう明らかにすごい捕まりのいいっていう、で優しくもなってるっていうクラブにはなってます。ちょっと煙出す、はい、どうぞ。さっきからちょっと煙出していいですかに対して何にも入る音じゃないんですよ。何それ。いやこれね兄貴もうすでに我々打たせていただいてますけど、うん、ドローバイアスやばなかったっすか、うん、結構しっかり捕まった。あれでスライス打てたら大した問題ってない。まあでも今回重量配分っていうところっていうと結構パラダイムの時よりも軽くいろんな部分ができてるんですよね、はい、例えばジェイルブレイクがなくなったとか。そうだ、ないのよ。自分痛くてしょうがなかったけど、ね、それね、我慢してたんだね。我慢してた。このジェイルブレイクのこの柱っていうのこれ単体で何グラムぐらいあったんですか。約6グラムぐらい。6グラム、はい、6グラム、6グラムなくした、なくなって、はい、6グラムでかいっすね。でかいですよね。でさらに別でも軽くできてるんですけど、そこにパラダイムの前作のカットサンプルがあって、はいはいはい、今回のカットサンプルがあるんですけど、見ていただくとここが薄くなってるんですね。ああ、そうですよね。全然違いますよね、ここ。でそうすることでそこだけでも 6g 軽くできたよっていうので、はい、まあ、もう12ぐらいは単純に言うと減ってる。それをもうそこで、そうです、余剰重量でそれぞれ、まあ、最適な位置に持っていってる。じゃあ MAX-D はよりドローバイアスにするんであれば、それをもちろんヒール重心に持っていくなりしてこう捕まるようにとか。これでもこうやって見て分かるんですけど、そんなにねドローバイアスかかってる感ないんですよね。これが僕だから打ってて不思議で。結構これ中にしっかり、そうですね、中にはしっかり入る。ここに肉、ここに肉厚が。ああ、これが MAX-D の。そうです、こっち MAX-D、こっちはスタンダード、はい、あ、もう全然全然違う、はい、めちゃめちゃ肉厚じゃない。全然違う、はい、でも構えててもフェイスは閉じてないじゃないですか。そうですね、そう、うん、だからまあ見た目はそんなこう変に捕まえるぞっていう顔してなくて、シンプルに構えられるけど打つとちゃんと捕まるっていう、うん、あともちろんあのスイング軌道どちらかというとすごいアウトから入り、入射角がこう上から入り、フェースがあのオープンで入る、こういかなるちょっとスライサー的なスイングの傾向がこの D には入ってる。面白いな。そういう人が打っても、センターに行っちゃうと。いやだからか。いやすごい合いました、今もうその説明聞いて。MAX-D をベースに軽量化して、まあ、毎度のことでもあるんですけど、アジャスタブルホーゼルがない接着型ホーゼルっていうところで軽量化して、まあ、よりヘッドスピードが出せないっていう方が振りやすくするっていうので軽量化を図っていると。基本的には MAX-D と同じようにドローバイアスになっているので捕まるで優しく振り抜けるっていうクラブですね。まあやっぱり人によってなんていうんですかね、重いヘッドがいい軽いヘッドがいいって、それはもう別に年齢関係ないじゃないですか。まあ、そういったところで言えばもう幅広くは全然いけると思うので。そうですね、はい、やっぱり結構スピードがやっぱ上がりますよね、ボールの初速とか。さらにそうですね、これフェースのデータも MAX-D 同様、あの、ま、基本ベースが MAX-D なので、こちらもちょっとどちらかというと MAX-D のスイング傾向が入って、うん、でそれをただ軽量にしていくというところが、まあ、MAX パストにはなっています。僕も打ちましたけど MAX-D よりもう一段高さが出る印象は強かったですね、うんうんうん、まあ、基本トリプルダイヤモンドもやっぱりスイングデータ、まあ、こっちは逆に言ったら PGA ツアーの選手だったり、うん、トップアマーというところの、はい、スイングデータを入れていく、まあ、本当ニュートラルなスイング軌道、ただこちらもですね、意外とアッパー入射角傾向っていうのを入れています。ただヘッドスピードが本当に100から110マイルだから50メートル以上のを、まあ、中心にはインプットはしています。
でもちろん打点傾向も一番こう安定してるというところになっていく中で、まあでも基本的にトリプルという意味でトリプルダイヤモンドではありますけども、はい、その一番この4つの中ではかなり結構ロースピン傾向のものにはなります。前作よりロースピンですか？前作と同じ、やや気持ちもうちょっとローになりますけども、ただ比較データとかになると本当さらにこのスマートフェイスによる左右ブレ、はい、特に縦距離のブレもかなり少なくなってまして、前作のパラタンに 34% さらに収束できるっていうぐらいめちゃくちゃ安定するものになります。安定する、トリプルダイヤモンドに安定するっていう言葉がハマるとはね、体感しました。安定してました。キュッとキュッとキュッとでスッとスッとキュッとスッと。いやでもやっぱ総じてね、ジェルブレイクがないんですよ。そうですよね。これは AI がやめてくださいって出たんですか？いうわけでもないです。正直申しますと、この AI スマートフェイスがジェルブレイクごと飲み込んでったっていう言い方が、すごい怖い表現吸収です。もうすごい、まあ、やっぱりフェイスのターミ、今回さっきもずっとこうマイクロディフレクションとか無数のターミとこうずっと説明させてもらってますけども、やっぱり今回目的がフェイス全面をすごくたわませるっていうところが一つあります。でおさらいですけども、ジェルブレイクっていうのはクラウンとソールを結びつけて、そこの膨張するインパクト時に起きるこの膨張のエネルギーロスをフェイスの方のエネルギーに全部充填させる。だからボールスピードがすごい出るというところがあります。まあ、今回フェイスをもう際までたわませたいので、こうジェルブレイクでやってしまうとちょっとこう硬くしてしまう部分があります。やっぱそれはあんまり目的とは違うので、今回ジェルブレイクがいらないのではっていうような感じで行くんですけども、はい、当然ボールスピードじゃどうなっちゃうのという話になりますけども、それを考慮して AI はなしでもボールスピード出すようなフェース設計ということで、実はその社内テストする時も我々2人本当にボールスピードって上がるのかな、うん、どうしようって言ってったら、なんてことはない、大体もう1メートル毎秒近く、うん、上がってはいたのか、だからこそ、あ、もうこれ完全にジェルブレイクのその機能すらもこの AI スマートフェイスが全部になって、ボールスピード出すわ、修正はするわっていうところで、飛びと優しさが150点満点できましたね。途中ヒップホッパーみたいな。一応ジェルブレイクあるとなしてテストはしてるんです、あの開発が、はいはい、一応最終的に、はい、で、その時にはやっぱり我々開発陣もやっぱジェルブレイクなくて大丈夫なのかっていうところもあったので、一応ありとなしで同じスマートフェイスで一応テストはしてます、ですけどなくても十分にやっぱりボールスピードもちゃんと出るし、この左右ブレっていうところも良くなるので、もう今回はないバージョン、まあ、それはでもなくしてその分重量を別のところにね、いけたらでかいっすよね。だから細かいところ本当モデルと別に、例えばこのスライダーウェイトもパラダイムの時は 13.5g のウェイトですけど、この今度は 15g ぐらい、はい、これ 15g ぐらいにアップしてますし、マックス D の方も前作は5、後ろに5だったのがこの7になってますし、でマックスの方も前にウェイトが今度追加、その15にもなって前にもウェイトがあるっていうことで、やっぱそこの部分できっちりバランスよくフリーウェイトを効率よく使えてるっていうのはあります、まあ、あとそのスマートフェイスが先ほどこう優しさとスピードも出ちゃうじゃないですか。なので正直言うとこのヘッドの大きさ、反省モーメントとかっていうのも突き詰める必要も正直ないんですよ。もともとキャロベさん突き詰めてないっすね。そういうあの考察をされてる方でしたけれども、でも一応頑張ってたんですよ。あ、そうなんですか、はい、あのローグとかやっぱ災害種にウェイト置きたいとか、ね、実はパラダイムもそのスライダーウェイトは実はお尻の方にあるんですよ。そうなんですよ。で今回スライダーウェイト
逆に下に、ね、下に持ってってるのは、やっぱもう災害州に置く必要もないと、うん、それぐらいスマートフェイスが全てを完結させてしまうので、だったらウェイトの配分を本当にパフォーマンスが最大化するような理想な場所に置かなきゃいけないっていうところで、まあ、この AI スマート、あの AI スモークの方はやっぱりスライダーウェイトを下の方にして重心下げたいとかいうところに持ってってるんですよ。はい、ということでね、はい、今日はこの、まあ、4モデルいろいろと聞いてきましたが、みんなでスモークを感じてもらいたいですねでももう本当にでもまあ それはかなり、そう、いや、もう今作はそういうことかもしれない。すごい自信を持ってスモークを感じるっていうのと、名前の通りもあります。でもすごく本当4モデルあるんで、まあ本当オールゴルファーになっちゃいますけど、皆さんに本当合うヘッドは絶対出てくるんで、まあ、それでぜひ飛びも優しさも体感してもらいたいなっていうのは思います。だから魔法のようなちょっとこう嘘なんじゃないかっていう感じでしか言うかもしれませんけど、本当にやべえぐらいです。あの本当に2人で初めてこれ言った時に、もうすっごいすごくびっくりだよね。そうですね。言わされてないですよ。本当に。いやとにかくもう本当パラダイムで、あんだけ僕の100点満点とかグーグー言って言ったのに、もうすぐ超えちゃうっていう、このパフォーマンスの強さ、開発力の強さ、もうこれスモークっていうか火ついちゃうんですよ。もう煙どころじゃない。煙どころじゃない。火になっちゃうぞ。はい。ぐらい、やっぱりこう皆さんに、本当この AI スモーク、体感してほしいです。次のモデルは多分 AI ファイヤーだろうね。いいになりましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これでも本当打ってほしいですね、兄貴ね。これ打つともう分かる、このそれぞれの性能の違いで。聞いて分かって、やっぱりなんかこんだけデータをそれぞれのところに入れてたら、あんだけやっぱり違いますよね。あんまり入ってますよね。ねえ。おつだね。確かにね。じゃあ皆さんもね、これぜひ試打していただければと思います。それでは次回はどんなクラブをお届けできるでしょうか。さようなら。